おはようございます。本日は2017年の3月の13日です。島根県庁の所在地松江から本日はスタート。これ映ってないですけど、すごいふかふかのベッドがありまして、ゲストハウスというところでですね、泊めてもらって、2800円ぐらいでしたかね。ちゃんとしたベッドで眠れると、やっぱ疲れが取れるなと思いました。で、さらにありがたいのは、無料の自転車貸し出しサービスがあったので、自転車で30分ほど、5、6キロでしたね。八重垣神社というところに来ました。この八重垣神社は島根県で一番の名所です。いや、一番はごめんなさい、出雲大社だわ。多分3番目ぐらいには入ると思います。縁結び、要するに恋占いの神社とか、それから妊娠の祈願をする神社とか、そういう風に言われているんですけども、ここの名物はですね、私今回お賽銭はお金がなくて入れなかったんですが、100円だか何百円だか払うともらえるこの紙、紙の上にお金を乗せて池の上に浮かべることで、あなたの恋愛がどのぐらいの条件で成就するか分かりますよと、そういう風な占いができることになっています。下には他の人が入れた紙がたくさんあります。ここにですね、紙を浮かべて、その後自分の小銭を乗せてということをするわけです。良き人に恵まれる南と西吉、これ水の上に浮かべると吉報が分かるんですね。吉報っていうか、そのいい方角がね、100円か10円を乗っけるということなんですけど、10円玉を持ってなかったんで、結局1円玉しかないで、100円を乗せるほど私お金持ちじゃなかったですから、いつまで経っても沈まなかったですね。いつ沈んだのかも分からなかった。もう結局あのまま見捨てで帰ってくることにしました。浮かべる体験ができただけでもよかったけど、全く沈まないとは思わなかった。それからまた自転車をこぎまして、松江の駅に戻ってきました。これから岡山県の方面に向かいます。南と、北を行き来しながら、徐々に東の方向へ進んでいます。ここが松江駅、なかなか立派なところですよね。綺麗なお店がいっぱいあります。さて、ここから先へ引き続き山陰本線に乗車します。特別急行八雲号の岡山行きです。この時すでに多分特急踊り子号と八雲号しかなかったんじゃないですかね。こういう国鉄型の電車、八雲号は車体をカーブに差し掛かると傾けて走る高性能な車両です。古い車両なんですが、トイレはこのように新しくなっていて、座席も快適です。しかしお客さんがその車体傾斜で酔って吐いてしまう可能性があるので、エチケット袋がついている。これ多分全国であまりないんじゃないですかね。エチケット袋を装備している電車っていうのは、飛行機バスだったらありますけれど、珍しい設備ですよ。開くって書いてあって、この扉はちょっとくるめかしそうですけれど、奥の扉は自動扉がついています。岡山駅で新幹線に乗り換えて山陰方面に向かうという方は、この特急八雲号に乗られるはずです。前日山光線のところでいただいたおにぎりは全部食べました。本当にありがとうございました。列車は伯備線に入りました。伯備というのは伯耆の国と、それから備前の国、そこを行き来する路線ということで、今見えておりましたのは大山です。その途中の駅、庄山駅で降りました。庄山からまた普通列車に乗り換え、ちょうどこの時間帯はね、乗り換えの便が良かったですかね。備中工事路というところについて、さらにここから芸備線に乗り換えます。もういろんな路線がですね、この辺りたくさん行きしてて、で今ここは備中ですから、多分岡山県に入ってると思うんですけども、鳥取県、岡山県と抜けて、ここから先もう一度芸備線に乗って、今度は広島県方面に戻ります。でこの辺りの山道がですね、もう全く何もなく、列車のスピードも遅いので、なかなかこの時は退屈でしたけどね。今だったらいろいろ面白みを発見することができますが、ともかく、お雪だ、やっぱ山の奥の方だから寒いんですよ。ビンゴ落合というところに来ました。ここは3方向からお客さんがほとんど乗っていないローカル線が集まるところ、なかなか面白かったですね。しかしこんなところ、今では無人駅で周りの全て廃墟という感じですが、しかしこのビンゴ落合も、昔は100人以上の駅員さんたちがぎっしりここで働いていたそうです。それほど忙しいところだった、そんな時代もあったそうです。前日の朝出発した三好のすぐ近く、塩町に来ました。今は塩町も確か三好市内なんでしたかね。ここはさすがに列車は滅多に来ませんけれど、それでも、家がたくさん周りにあってですね、それなりに栄えているところという感じがします。昔はこの塩町にもビンゴ落合駅同様駅員さんがいたのですが、現在は無人の駅となっています。せっかくなんで駅の紹介もたまにはしてみようと思います。古めかしい看板です。なんか黒板をイメージさせますけど、チョークで書いてあるわけではないと思います。だいぶ昔ですけれど、駅員さんがいた時にはこの中で切符を売ったりとかですね、お客さんへの案内が行われていたようです。卓球台があるけど、JR の人がここで卓球やってたってことはないと思いますんで、多分なんかあれなんでしょうね、地元の大会かなんかで使ったんじゃないですか。乗車券発売所って書いてあるところに、あんなガムテープが貼られているのがなんとも寂しげです。ここで乗車券の受け渡しをしていたんでしょう。さて、それからここ、こんな曲がったパイプみたいなのが設置されていますが、ここはですね、このように駅員さんが入って、お客さんがここを通るから、その時に、はい、ご乗車ありがとうございますというような切符を切る、そういう場所でした。
この駅にも昔は駅員さんがいたのだということを今の人に伝えています。切り株に腰掛けていただいた食べ物でお腹を満たしました。ここから先は、今度はですね福塩線というのに乗り換えまして、今度は、広島県の福山に向かいます。この福塩線がまたね長かったんですけど、なんか沿線には面白そうなところがいっぱいありましたね。私はもう全然知識がなかったんで、この時にはほとんど沿線のことは、まあ景色は見ましたけれど、あまりちゃんと、しっかりと考えなかったのもったいなかったかと思います。で、府中というところについて、確かファミリーマートに行ってですね、バームクーヘンかなんか買ったと思いますが、まあそれぐらいで、ここから先もさらに引き続き福山の町まで列車に乗って南下を続けることになりました。まあ、福塩線なんて本当にローカル線中のローカル線だと思いますけど、普段なかなか乗りませんのでね、これは貴重な経験でしたが、最長往復切符の旅以降一回もこの辺りには行っていません。またなんか機会を作って意図的に行ってしっかり勉強しなきゃダメだなと思います。福山駅に到着。この福山は広島県なんですけども、まあ、文化圏で言えば岡山に近いというイメージがあります。多分ここにいる人たちの言葉もね、岡山の言葉を喋るんじゃないかな。やってきた電車はボックスシートでした。さて、これに乗って金光という駅で降ります。金の光という名前の駅です。金光教の本部があるのでここを金光と呼ぶ。まあ、地名が先だったのか宗教が先だったのか忘れましたが、ここは伝統的な宗教の駅、宗教の街です。これ今裏側にねあんま見えなかったと思いますけど、これです。金光駅の裏口というのがありまして、普段はねここを開放されてないんですけれど、金光教の、大きな行事のある時にはこの入り口を開けて信者の方を通すための、まあ、専用の道です。で、その金光教の本部の方へ行ってみようと思いますが、こんな感じでですね、周りに金と、まあ、金光教マークをつけて、その本部の方まで行くわけです。まあ、こんな感じでもう完全に一つの宗教で、街が作られているというところがあります。まあ、一応言っておくと、金光教というのは江戸時代ぐらいに作られたものでありまして、最近のですね、まあ、なんていうのかな、まあ、オウム真理教みたいなね、そういうカルト宗教とか、そういった雰囲気は少なくとも私は全く、今回の訪問でも、それから今までの知識でも持っていなかったということを言っておきます。で、金光教のその本部の方まで行ってですね、見学もさせていただけるということだったんで、ちょっと見てみました。こんな感じの場所で、奥でですね、金光様という方が来て、お取り次ぎと、いうことをすることがあるそうです。お取り次ぎってのは何なのかというと、神様と、直接会話をできる方をですね、そこに来ていただいて、で、その方を通じて相談をすることができる。そしてあなたはこういうふうなことを今からするといいですよというアドバイスを受けることができる。それが金光教の本部で行われているよくある行事なのだそうです。このことはね、そこにいらした金光教の、先生の方に教わったんですよ。本当にありがたいことでした。いろいろと親切に教えていただいてありがとうございました。日付が変わりまして、本日は3月の14日です。おはようございます。昨日は倉敷で終わりにしました。なぜ倉敷で終わりなのかというと、ネットカフェが近いからなんですが、まあ、ネットカフェもね、駅から30分ぐらい歩かないとないんですよ。まあそれでもないよりはね、ある方がいいですから、そのネットカフェから倉敷駅まで歩く途中のところに、美観地区、有名な白壁の倉庫街があります。倉敷といえばここ、岡山県といえばここです。そこから特別急行、八雲号に乗りました。なんで特急を使ってんでしょうね。金がまだあったのかな、この時は。多分今ほどはね、金がなくはなかった。今というか、最後の方よりは金がなくはなかったんだと思ったんで、乗ってたんでしょうね。いやー、お金もうちょっとね、大切に使えばよかったんじゃないかと思います。ここから先は、紀新線に乗ります。また見慣れた顔の車両です。このディーゼルカーは、キハ120と言いまして、JR 西日本の赤字のローカル線においては、この車両をたくさん使うことになっています。まあ、やっぱりね、これ、車両を安く作れるんですよ。で、運用もすごいお金がかからないので、まあ、JR からしたらいい車両だと。で、乗ってる方からして特別素晴らしい車両ではないんですけども、まあ、それでもやっぱりね、鉄道がないよりはあった方がいいということで、安い車両がそこで走らされているのも、まあ、仕方ないことかなと思います。さて、津山という駅に着きました。これは岡山県では今、第3の町ですね。ディーゼル車両だけがたくさんやってくるところです。まあ、しかし、岡山方面とも、割と所要時間の短い快速列車などが繋がれています。
この津山駅のすぐ裏手には津山学びの鉄道館という場所がありまして、これは交通チャンネルでもまた今度紹介したいと思っています。まあ一度紹介しましたかね。まあこのようにですね、昔の国鉄時代、 JR 西日本時代に使われていたこの地方で活躍した車両がたくさん集っています。なかなかいい車が多いんですけども、まああんまり鉄道一つ一つを詳しく紹介してもスーツ旅行チャンネルらしさが失われてしまうかと思います。この車両が入っているこの入れ物自体はもともと蒸気機関車などを展示というか、ちゃんと実際にしまっておくために使われていた扇形洗浄車庫と言います。蒸気機関車をこの奥の入っているところから取り出して、ぐるぐる手前についているターンテーブルで回すということをするのです。この車庫はもともと普通に JR とか国鉄の車庫として使われていましたので、ここから先乗り換えていった列車のところでも外に見ることができます。でこの時一般の視聴者で初めて来られたのがこの高野磯六さんという方だったと思うんですけどね、あの県内の方でしたけど、確かそうだったと思うんですけど、ポッキーを持ってきてくださってありがたく頂戴しました。途中亀の甲という駅があります。頭の顔超おかしくなっちゃったんじゃないかなみたいな亀がいるんですけども、あれは目に時計を入れているので、それだけ異常な顔をしているようにどうしても見えてしまうのです。ここからしばらく乗車をしまして、目指すは岡山県の岡山市。列車でおよそ1時間半の距離です。長い場合は4両ほど列車がつながれて、岡山県内では割と重要路線であった、津山線を乗り、そこから先岡山に着いたらすぐに山陽本線に乗り換えて西川原という駅で降ります。終日とありますけど、これは目の前にある学校が多分広告料を払って駅名に愛称をつけてもらった、まあ、それで広告的な意味でついているものなんだそうです。この西川原終日駅はすぐ近くに岡山城があります。まあすぐ近くじゃないけどね、歩いて20分か30分ぐらいのところに岡山城があるので、私はここからお城を見に行くことにしました。本当は岡山の駅からバスで行くようなところだと思います。バスか電車で行くところだと思うんですけど、まあお金がないのでもったいない、じゃあいいやと、それよりも割と近いところから普通に歩いていけばいいじゃないかと、そういうことになりました。これはね、桃のソフトクリームです。なかなか美味しかったですけど、ちょっとやっぱ量が多かったですね。ソフトクリームってあれの半分ぐらいの量でいいんだけどね、小さいソフトクリーム売ってるところは良心的だなとつくづく思います。岡山城手前のところは後楽園、日本三名園の中の一つです。毎年お正月になると鶴がここで飛ぶということが知られています。まあ今はお正月ではないんですけども、あ、実際いましたね。このように飼っております。タンチョウ鶴です。まあ北海道に行って本物を見てくればいいのかなという気がします。この旅は何たってね、せっかく北海道まで行くわけですから、それも活用しない手はありません。まあこれも別に偽物なわけじゃないですけどね、作り物じゃないですよ、ちゃんとしてるやつです。ここでぐるぐるのバッジを回しました。あのこういう缶バッジを買ってですね、胸につけるということをやっていました。倉敷 IB スクエア、これ何なんですかね、私今でもわかんないわ。多分結構な名所なんだと思うんで、ちゃんと行かなきゃいけないでしょう。郵便ポストの上にはこんな鶴が飾ってあります。カラス城という真っ黒なお城、岡山城とその手前の真っ白な鶴が対照的です。お正月には本当に美しい景色になります。そこからまたしばらく歩いて西川原の駅に戻ってきました。結構時間ギリギリだったんで、かなり慌ててきたんじゃなかったかな。山陽本線のこの区間、列車の本数もそれほど多くはないので結構緊張します。相生にで乗り換えて、そして姫路に到着です。 JR 西日本の主要区間です。姫路でなんか温めてるんですね。これ何食べたんだったかな、多分なんかどっかで出てくると思いますけど、姫路城はこの時は見に行かなかったようですね。ここからもうここから先の乗り換えの時間がないので、お城はじゃあ帰りでいいや。最長往復切符は同じところを全て2度ずつ通ることになりますから、じゃあもうよろしい。もう一度そこから紀新線に乗りまして、そうめんの町などを通り抜け、もう一度山陰方面に向かいます。確かね、この日中に鳥取まで行かないといけなかったんじゃないかな。なぜ鳥取まで先を急ぐのかというと、鳥取にもしも到着できなければ、その後ネットカフェなどがないような街で用を貸さなければいけないことになって、ネットカフェに泊まることができないということは普通の旅館に泊まるお金を持っていないわけですから、まあ、要するに野宿をしなきゃいけない。それは困るからネットカフェを目指して山陰を大急ぎと、まあ、そういうことになるわけです。ものすごいローカル線の中です。ほとんど景色はこのような状態ですから、まあ、見えませんが、それでも闇夜のローカル線、照明を前方を照らしながら進むっていうのは結構私は好きですね。東津山の駅に来ました。ここからは因美線に乗り換えです。東津山というのはさっき一度通りました津山という町のすぐ脇のところです。一旦わざわざぐるりと大回りをするのが最長往復切符でありがちなコースです。一駅お隣へ行くために別の路線を使って多分 3,4 時間ぐらいかけてやってきたんじゃないですか。そして今到着したここが、多分地図だったと思いますけれど、そして列車を地図という駅で乗り換えてまた引き続き進みますが、なんとカメラからおかしな音がして、そしてピントも合わなくなってしまいました。ああ壊れちゃったよ。
大変なことですよ、これは。もう冗談じゃないんですけどね。宿にまともに泊まるお金すら持ってないのにカメラがぶっ壊れちゃって、もう一度そのカメラ買うのかよと思いながら、とりあえず鳥取の駅に着いて、かろうじてですね、カメラはここで直りました。あ、まだとりあえず使えるなんじゃ、なんとかなる。いや、このまんま行ってくれればいいけど、旅はまだあと100日以上残ってる。大丈夫かこれはですね。まあどうなったかは、また皆さん、まあご存知の方も多いと思いますが、次回またお話しいたします。どうもありがとうございました。